こんにちは。今回の動画で最後になります。今回はこの首元を編みました。すごい簡単なんで、おそらく10分ぐらいで編めるかなと思います。で、最近は私は今服飾のカナダで服飾の専門学校に通ってるんですけど、それが4月に卒業になるので、残り3ヶ月、1月2月3月、丸3ヶ月ぐらいでそのニットのコレクションを完成させないといけないんですけど、それが最近始まって、で今日からホリデーが始まって2週間ぐらい休みなんですけど、私はそんな休んでる暇もなく、せっせとコレクションの編み物を編まないといけなくって、私はそのニットのコレクションをするんですけど、3着作る予定です。というより最低で3個作らないといけなくって、私はその最低の3個を作ります。そうで、最近インスタのリールで毎日の様子を投稿してて、私がサボらないようにそのために投稿してるだけなんですけど、もしよかったら見てください。でも編み物の動画も多分シンプルなやつになってしまうと思うんですけど、できる限り可愛いの更新しようと思うので、よかったら見てください。あと最近その毛糸屋さんとか行ったりした動画も撮ったので、また更新していきます。では最後、襟元頑張って編んでいきましょう。これで完成でもいいんですけど、この袖ができてサイドも縫えてって感じで、これで完成でも全然大丈夫です。なんですけど、私はちょっと首元を整えたいので、首元を今から編んでいきます。まずこの後ろの中心ぐらいから全ての目を引き抜き編みしていきます。これはさっきと袖の感じと一緒でやっていくんですけど、まずこの目があると思うので、目に針を刺して糸をかけて引き抜く、引き抜きました。で、次の目、隣の目に針を刺して糸をかけて引き抜くって感じで、全ての目をやっていきます。なんかおそらくこの目がこういう、こっちの表面はこういう風に、なんて言うんやろ、表面に沿って編んでると思うんですけど、この上の部分だけこっち側、なんか天井側に向いてるって感じ、こう編んでるのとこうなってるのがあると思うんですけど、一個だけこれが、その目をすくうと見た目も綺麗になるので、この上側のこうなってるところ、この目をの下を、下に針を刺して糸をすくっていく感じにすると、見栄えが綺麗くなります。はい、全ての目を引き抜き編みができたら、それぞれ目数は違うと思うんですけど、とりあえず1周引き抜き編みを1目につき1目ずつしました。そしたら始まりに目印のリングを入れます。そしたらここからはゴム編みをしていきます。表目が1目、裏目が1目のゴム編みをしていきます。表目、裏目、表目、裏目。
これをひたすら続けて自分がしたい襟元の長さになるまで編んでいきます。これを何周もひたすら繰り返していきます。はい、自分のしたい首元の長さぐらいまで編めたら一旦裏編みをします。裏編みを一周してください。すべての目を裏編みで、はい、一周裏編みができたら次はまたゴム編みを同じこの裏編みのところまで編んだ目数と同じ分を編んでいきます。なんで表目裏目って始めてた人は同じように表目裏目表目裏目これを同じ段数だけ編んでいってください。私の場合だったら 1,2,3,4,5 編んでるんで5段ゴム編みをまた編んでいきます。はい、ゴム編みを私は5段この最初の段と同じだけできたら全ての目を閉じていきます。2目編んだら手前の目をかぶせていく。これは少し緩めにやります。これを全ての目を閉じていって、で糸は最後長めに残して切りましょう。これで完成ですね。はい、これで全ての目が閉じれました。こんな感じになってます。で、この紐を長めに切ったんですけど、この切った紐でこのゴム編み裏目の1段ゴム編みってあると思うんですけど、2つ折りにしてこの裏目を境目にしてこういう風に2個を内側に折り込んで、で閉じていきます。これこう折り込んだものを閉じていきます。こんな感じで同じ目数だけあるんで均等に糸を通してどん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 閉じていく感じになります。これが最後の作業なので頑張りましょう。完成になります。これでもう全体が